アウトソーシングや外注化してもいいこと、悪いこと、経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。マーケティングやセールス、商品開発でアウトソーシングや外注化してもいいこととは何でしょうか。マーケティングやセールスと商品開発は売上を構築する両輪です。どれが欠けても売上を構築することができません。そこで今日はアウトソーシングや外注化してもいいことと悪いことについて分かりやすく解説します。あなたの会社はどのようなことをアウトソーシングしているでしょうか。例えばチラシ、広告、これが代表的なものです。中小企業でチラシや広告、さらにはホームページやブログなどを内製化している会社はほとんどないと思われます。そもそもそういった担当者がいない。これが現実です。担当者がいないから当然アウトソーシングするしかありません。広告代理店、デザイナー、ホームページ作成会社、ライターなどに依頼します。ですが、全部をアウトソーシングしてはお金がいくらあっても足りません。もう25年も前のことになりますが、私の住んでいた近所に総合病院がありました。総合病院の道を挟んで向かい側に食堂がありましたが、顧客のほとんどは病院にお見舞いに来た人、そして近所の会社の社員です。ところがその総合病院が移転することになったわけです。もうお分かりだと思いますが、この食堂の顧客がごっそりといなくなるわけです。このようなことはですね、よくあることだと言ってもいいことだといいと思います。要は集客のチャンネル、それを総合病院に頼っていたために、総合病院がなくなれば大幅に顧客が減る。こういったことがね、起こるわけです。つまり集客をアウトソーシングしていた。これに等しいと思います。言い換えれば小判ザメ商法です。さて、チラシ、広告、ホームページ、ランディングページ、リスティング広告の運用、ブログ、メルマガなどのマーケティングやセールスのツールはアウトソーシングした方がいいのでしょうか。それとも内製化した方がいいのでしょうか。今まで全く取り組んだことのないツールであれば、これはもう最初から専門家にアウトソーシングした方が成果は早く出ると思います。やはりね、持ち屋っていう通りね、専門家に頼むと成果が出るのが早いです。ところが、このアウトソーシングに頼っていると、その専門家がもしね、いなくなったらアウト。そうなったら他の専門家を探せばいいじゃないか。というね、人もいるでしょうが、これをね、繰り返していても、本質的な解決にはなりません。つまり、社内に全くノウハウを蓄積することができないわけです。また、スキルを習得することも不可能です。売上を構築するためのマーケティングとセールス、そして商品開発をアウトソーシングするということは、売上構築の鍵、それを社外の会社に握られているということなんです。ですから、最初はアウトソーシングして、感覚をね、ある程度掴んだら、その後は内製化するのがポイントです。そして、壁にね、ぶち当たったら再びアウトソーシングする。結局、この繰り返しになると思われます。また、内製化のいいところは、例えば、ホームページを修正するにしても、アウトソーシングであればね、即対応してくれるってことはめったにないですよね。で、そして、ちょっとした修正でも、3日とか4日、下手すれば1週間もかかるっていうのはザラです。ところが、内製化してしまえば、数時間、下手すりゃ数分でも修正できるわけです。ということは、修正した結果どうなったかも早く成果がわかるということです。このスピード感、これも非常に重要なことです。このようにアウトソーシングと内製化にはメリットとデメリットがありますので、よく理解した上で使い分けるのがポイントです。とにかくアウトソーシングの依存だけはね、避けてください。お金をドブに捨てているケースも多々見受けられます。先ほど紹介した食堂、その後どうなったかと言いますと、実はラーメンブームが到来したこともあって、現在でもね、営業を続けています。
もちろん、店主の、努力もあったと思いますが、現在でも繁盛店です。今日の話が役に立ったという方は、高評価、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。